はい、どうもこんにちは、キャビアフィッシングです。今日はですね、なんとサムネイルの通り、今まで僕ハイイースを乗ってきて、他の同級生の YouTuber さんなどに紹介をしてもらったりとかしてたんですけど、この度ハイエースを降りることになってしまいました。ちなみに今日9月の30日、なんとこの日本当のラストランの日になってます。ちなみにこの動画撮ってるのも9月の30日です。ちょっと物心がついた頃ぐらいから、同級生のお父さんがたまたまハイエースを乗っていて、うわ、こんなかっこいい車あるんだっていうのがあって、社会人になってからハイエースを乗ったんですけど、すごく6年とちょっと、まあ約7年目になるんですけど、いろんなところに行きました。いろんな出会いもあって、すごく楽しい車だったんですけど、この度ちょっと、まあ寿命なのかな、寿命でハイエースを降りることになってしまいました。すごいカチカチにいじって楽しませてくれたハイエースなので、皆さんにぜひおすすめしたい車の一つかなと思います。ちなみに6年とちょっと約7年目にしてメーターが16万キロいっております。ちなみにガソリン車です。買った当初新車で買って0キロからスタートしたんですけど、まあ、サーフィンもやりつつ釣りもやりつつで、結構いろんなところに旅を行ったりしてたので、まあメーターが行っちゃったと。で、外装もアメ車風にいじったりだったり、オフロード系にいじったり、ベタベタに4インチ6インチまで車高を下げたりして遊んでたんですけど、まあそろそろ満足かなっていう感じです。まあ、釣り車で結構使ってきて、車中泊もしたりバーベキューしたりいろいろ楽しめる車だったんですけど、この度降りることになってしまったので、次回の車を、楽しみにしていてください。それではまた。